そうですね、やっぱチームメイトの皆さんすごいいい人ばっかで、こう急に入ってきた僕のことをこう優しく受け入れてくれているなっていう感覚があります。コミュニケーションもすごいみんな取っているので、量も多いですし、質的にももちろん高いですし、なのでやっぱ自分自身もより質の高い練習をしていかなきゃいけないなっていう、こう気持ちが引き締まるというか、そういう気持ちになりますね。まあ、まず大きいですよね。やっぱり大きいスタジアムで、今はコロナなんでしょうがないですけど、ここに満員にファンサポーターの皆様が入ったらどんな感じになるんだろうなという、こう見てみたいなという気持ちになりました。覚えてます、覚えてます、覚えてます、はい、もちろん。あの時は本当とりあえずリーグのデビュー戦だったので、気持ちが入ってこう高ぶっていたというか、で最初に一本前田さんの褒めたので勢いに乗れて無力ですね、無力選手とかまあでもそのアウィーのアジスタでやった時も多分来たんですよ。そこではちょっと最後やられたんですよ、確かに。自分ちょっとなんかミスってやり返されたなって感じですかねそうですね、なんか僕自身もなんかちょっと FC 東京何かあるのかなっていう感じはしまして、実際こうやってチャンスというか今 FC 東京に来たっていうのは、さらに何か縁があるのかなっていう感じがしますね。あります。まあ、リョーヤとは同い年なんで、まあ、3年間一応ナトリウケでずっとやってましたね自分の長所としては裏のボールの対応と1対1のシュートストップが得意なので、まあ、そこを前面に出していけたらいいなと思うと、あとはポゼッションの時のボールに関わることが得意というか好きなので、後ろでサポートをしながら攻撃に少し関われたらなと、まあ、守備の面で言ったら、まあ、できるだけセンターバックとかサイドバックとコミュニケーションを取って、フリーボールが来ないように、ゴールの近くに来ないように、 FC 東京はこう守備が固いチームってイメージがあるので、より固くできたらいいなと思います。はじめまして、FC 東京のファンサポーターの皆様、志村コウと言います。背番号は39番です。ぜひコウと呼んでくれたら嬉しいです。あと残りのシーズン短い期間ですけども、FC 東京のために、少しでも力になれたらいいなと思います、ので、ぜひ応援よろしくお願いします。一緒に頑張りましょう。